NEC の久富と申します本日は NEC のデジタル変革への取り組みと題しまして NEC の生体認証技術そしてオープンシフトを活用したソリューションユースケースについてお話をしますよろしくお願いします昨今のですねコロナ情勢ですが、まあ、依然としてですね、まあ、心配な状況が続いています マスクの装着や3密の回避をですね前提とする新たな生活様式ニューノーマルへのですね対応が求められる中、NEC が注力している生体認証においても非接触というですね今までになかったようなですね注目のされ方をしていてこう社会も大きくニーズも大きく変化をしているような状況です本日はですねそのあたりのた話話をを含めてお話をいたします。 こちらはですね本日のアジェンダです。はじめにですね昨今のですね社会情勢え踏まえまして生体認証がどのように位置づけられているのか、まあ、過去の経緯も踏まえてお話をいたします。次に顔認証をはじめとするですね NEC が注力している生体認証技術について簡単にお話しさせていただいて、さらに生体認証と映像分析技術それをですね組み合わせた 感染対策ソリューションとその事例をご紹介いたします続いて NEC のデジタルプラットフォームにおけるオープンシフトの活用についても触れたいと思います NEC では今生体認証や映像分析技術を活用したデジタルビジネスの共通プラットフォーム NEC デジタルプラットフォームを提供していますこのプラットフォームではオープンシフトも使っています 本日はこのプラットフォームにおけるオープンシフトの活用方法であったり、また工夫した点に、そのあたりについてもご紹介いたします。セッションの終盤では NEC 自身のデジタル変革への取り組み、弊社の本社ビルにおける取り組みについてもご紹介をしたいと思っています。短い時間ではありますが、よろしくお願いいたします。はじめにですね、これからの時代における生体認証についてお話をします。 冒頭に、昨今の情勢で,です、ね、生体認証に感染症防止という新しいニーズが生じてきたというお話をしたのですが生体認証はです、ね、比較的社会が大きく変わるようなとき、ね、そういった時にニーズが高まる傾向にあります。 以前2001年のですね同時多発テロの際にもテロ対策という目的で世界中のパスポートの IC にこう写真がですね顔写真が登録されてまあそこで,ですね顔認証の認知度だったりこう社会的にこうどんどん広まってきて認知度がが向上してきたという,そういった経緯があります海外旅行や出張経験の多い方というのはまあよくご存知かもしれないんですがテロの脅威が高まったことを契機に今やこう世界中の国においてですね 顔認証で入国管理が行われるようになっていますテロがきっかけというのは決して好ましい話ではないのですが事実として顔認証が社会に広まったタイミングと考えられていますそして今年2020年世界的にコロナ感染が広がる中でもまた生体認証の価値に注目が集まっています特に顔認証や交際認証が持つ非接触という特徴です 同じ生体認証でも指紋であったり静脈であったりを端末に触れるという方式ではなくて顔認証のように離れたところから認証できるそういったところに期待が高まっています。 これは長らく生体認証に取り組んでいる NEC としても全く予期していなかった変化でしてテロ対策同様決して良いきっかけではないのですが社会や経済の危機といった場面で注目を浴びるというのはそれだけ生体認証の本来の価値がです、ね、より重要なものになっているそういうことなのかもしれません。こちらは今年の1月以降夏頃までの動向をまとめたものです。 ここのところです、ね、またちょっと感染が心配される状況になってきているわけですけれども子どもから老人まで誰もが安心して生活できるようになるまでにはです、ね、もうしばらく新しい生活様式で忍んでいく必要があると思います。 NEC もですね、顔認証だけではなくて、こう混雑度合いだったり、ソーシャルディスタンスをですね、それを測定するようなです、ね、技術を持っていますので、それらを活用して、空間状態を見える化して、密を避けられるようなソリューションを作っていきたいと考えています。こちらは感染症対策への取り組みの一つとして、先般、弊社よりプレスさせていただいたハワイ州の空港の感染症対策の事例です。 日本人にとってはですね、まあ大変なじみの深いハワイですが、ご存知の通り、ハワイは観光が主要でして、今回のコロナでも相当な打撃を受けていると聞いています。米国本土であったり、日本を含むですね、海外からの観光客が減っていてですね、まあ経済がちょっと立ち行かない状況になると聞いています。そこで観光の復興の施策として、サーマルカメラと顔認証をですね、組み合わせた。 NEC の感染症対策ソリューションが採用されました観光客の方がです、ね、こう安心してハワイに来られるっていう、まあ、そういった側面だけではなくて、まあ、現地のハワイの住民の方にとってもです、ね、こう安心して観光客を受け入れられるようなです、ねまあ、そういった仕組みとして導入が始まっています。 現在はまだこう安心して海外に行こうとかまあそういうようなえ状況ではないんですけれども、いずれ落ち着いた時にはですね、観光客を迎えられるように年内の全面稼働を目指しています。ここまではですね、ニューノーマル時代に向けてた生体認証の技術ですね、それの位置付け、社会との関わりについてお話ししました。続いて NEC が持つ生体認証技術の近年の動向についてお話しします。 こちらはですね、NEC で取り組んでいる6つの生体認証技術です。指紋や顔はですね、こう以前から取り組んでいるわけですけれども、まあ、最近ではこう耳ですね、こう耳、受音鏡を使った市場でもですね、新しい技術に取り組んでいます。 NEC はですね、六つの生体認証をやっていますという話をしますと、まあどうして六つもやっているのかと、まあそういった疑問を持たれる方もいらっしゃいます。まあ実際ですね、お客さんもよく出る質問なんですけれども。 まあ生体認証というのはいなです皆さんもです、ね、経験があるとは思うんですけれども指紋認証はこう汗かいてたり指が濡れてたりするとこう使えないわけですし、まあ、顔認証もです、ねまあ、暗いところであるいはマスクサングラスでこう顔をです、ね、覆ってしまっているような人を認証することはできません。 用途や環境に応じて適切な認証方法を組み合わせたり使い分けることでどのような状況でも利用者がですねストレスなく精度の高い生体認証を使えるようにしていきたいとそういった思いで6つの技術をやっているということになります。もう一つこのスライドで,ですね聞かれる質問としてどの生体認証方法がおすすめなのかというお話があります。次のスライドをご覧ください こちらはニストというですね、米国の国立研究所が行っている生体認証技術に関するベンチマークテスト、それにおける n e c の結果を一覧にしたものです。ニストというのはですね、米国政府が米国として評価検証が必要な技術を対象としてベンチマークを行っている組織なんですけれども。 この NIST がですね、この3つの認証方法のベンチマークをしていることからですね、分かりますように、今のメインはですね、指と顔と交際、この3つになっています。NEC としてもですね、力を入れて取り組んでいる技術となりますが、これまで NEC はですね、指紋認証で8回、顔認証で5回、そして交際認証で1回、 それぞれナンバーワンを獲得してまして手前味噌ではございますが世界トップクラスの生体認証ベンダーそういったお声を頂い,いております。こちらは過去1年の振り返りですが NEC ではさまざまなお客さんそしてパートナーの皆様と生体認証の活用を進めてきています。 こちら上の半分はですね暮らしやビジネスへの貢献ということで実際にこうお客様に提供した事例だったりあるいは実証実験ですねそれの代表的なものを書いています下の半分の方はですね次の新たな価値の実現に向けて NEC が取り組んでいる技術ソリューションの強化ですねそれに関する社外発表を並べています コロナ感染拡大当初、まあ、特にこう緊急事態宣言が出た頃ですね、まあ、活動のスピードがこう落ちてしまうのではないかと、まあ、そういった不安もあったのですけれども、まあ、実際は蓋を開けてみるとこう減速するどころか、むしろ加速しているような状況でございます。ニューノーマル時代にですね、こう突入してですね、生体認証のこう新しい価値に注目が集まっている、まあ、そこが大きな要因であると考えています。 そのコロナ禍におけるですね、生体認証の新しい価値観、新たな価値観がこちらのスライドです。まあ一言で申し上げますと、非接触です。 非接触というとです、ねまあ、単純にこう物理的に触れないという、まあ、そういったイメージを持たれる方も多いと思いますが、まあ、NEC ではです、ねまあ、さらに物、えー、に触れないようにするタッチレスと人と人が対面で接する機会を減らすコンタクトレスとまこういった非接触のです、ねまあ、世界を実現する手段として生体認証の期待が高まっています。 まわかりえわかりやすいところですねえ話をしますとまセルフレジで顔認証でお買い物ができればこう現金やカードですとかこう物理的なこう受け渡しがなくなりますしまたあの従業員との会話するリスクも減らすことができますこの非接触の価値をですねま30秒ほどですが動画に動画にまとめてますのでご覧ください。 顔認認証証ではでは、ね、触れずにすすることができますオフィスの入退場であったりレジレスの決済などこれからどんどん広がっていくと考えています動画の最後にです、ね、マスクのままで顔認証をしている写真が出てきましたがやはり今、マスク着用での顔認証というのはです、ね、非常にニーズが高まっています。 以前はですねどちらかというとこう花粉症人口を背景にですねこう日本特有のニーズそういった側面があったんですけれども現在ではですねこう世界中でマスクの着用者が増えて顔認証に対するマスク対応のニーズが高まっていますそのですねこうマスク対応技術をですね解説したのがこちらのスライドですポイントは三つございます一つはですね顔検出の精度向上です。 これはマスクをしているる顔顔をををしししっかり顔とてて検出をすす技術ですマスクをしていない場合に比べるとですねどうしても顔として認識できる確率っていうものは下がってしまいがちなんですけれども NEC ではこの精度を上げて実運用に耐えうるまで向上させています二つ目はこちら「眼鏡性」と読むんですけれども限定された顔の領域で照合できるという技術です マスクをしてますと、こう当然鼻から下の部分、えー、隠れてしまいます。えー、まあ、露出しているこの目の周りだけで認証をしなければなりません。まあ、目の周辺のですね、こう解像度を上げることで、えー、まあ、十分に本人の特徴を捉えて認証できるよう強化しています。3、えー、つ目は照合方法の最適化です。まあ、同じ人でもですね、こうマスクをしている。 しているとき、そしてこうそうでないときですね。まあその状態の変化に対応してこう適切なこう認証方法が行えるようなこう技術になります。マスクをしているとスマホのロックがですねこう解除できずこうイライラしたりする経験もあるかとは思いますが、まあマスクの顔認証がですね可能になればまあそういった煩わしさもですね少しは解消されていくのではないかと考えています。 さてここからは今回の講演テーマのサブタイトルにもさせていただいた生体認証技術と映像分析技術そしてそれぞれのです、ね、組み合わせによって実現するソリューションについてお話しします昨今はです、ね、今まで以上に安全安心に関するニーズが高まっているわけですが中でも高まりが大きいのは集客接客をです、ね、伴うサービス業だと考えています 左側の箱の方ですけどこちらにはですね航空ですとか観光イベント飲食ですとかそういった業界にどんな取り組みが必要なのかとそういったことをまとめていますマスク徹底だったり健康管理の把握であったり社会的距離の確保などがあります右側はですねそれらのこう取り組みを行う上で直直面している課題です ま人的リソース不足であったり、従業員の感染リスク、またこう密の把握と解消などがございます。感染対策、クラスター対策のためにですね、こういろいろしなければいけないことがたくさん増えているわけですけれども、これをいかにしてこう人でコストをかけずにですね、感染リスクを把握、低減できるかっていう、まあ、そういった難しい課題がございます。 このようなですね、解決をあ、このような課題をですね、解決する一つの手段として NEC が7月に発表させていただいたのがこちらの感染症対策ソリューーションです。サーマルカメラによるこう体の表面温度ですねそれの測定と顔認証による組み合わせで集客施設あるいはイベント会場での感染リスクをですね低減することができるそういうソリューションになります。 今ですねこう病院スーパー映画館などに行きますと入り口のところにこう体温測定ですね、えーまあ、ひ体の表面の温度ですねそれを、えー、測定できる、えー、タブレット端末が置かれているのを目にすると思いますけれども、まあ、NEC のソリューションでは、まあ、この、えー、表体温ですねその、えー、測定に顔認証のを組み合わせて、えー、複数の人が一度に入場してきた時にも、えー、その 温度のです、ね、高い人の顔を検出をして管理者に通知したりですとか、まあ、ただ測るというわけだけではなくてでまたこう人が集まるこう集客施設の場合です、ねえー、映像分析技術をこう,うまく使って混雑度をです、ね、分析したりですとかマスクをつけていない人のです、ね、こうカウントしたりですとか。 いわゆるですね密を見える化して解消するための対策につなげることができます次にこのソリューションをですね活用したユースケースを2つご紹介します1つ目はですねコロナ対策の最前線ともいえる医療機関におけるユースケースでゾーン別に感染症対策を行うというものです。 入院設備があるようなです、ね、比較的大きい病院を想定したものなんですけれども、まあ、医療機関というのはです、ね、こうエリアによってです、ねこうまあ、求められる感染症対策のレベルが異なりますそういったこうゾーンごとにです、ね、必要な対策レベルを実現するためにサーマルカメラと顔認証でゲーティングをしたり映像分析による密の解消を行うものです。 コロナ以前のです、ね、こう限られた規模の感染,感染症であればここまでのものは必要なかったんですけれども今やすべての人に感染の疑いがあってです、ね、またこう無症状な感染ですねそういったこともあることからです、ね、入院患者や利用,患者利用者だけではなくてです、ね、医療従事者の健康を守るためにもこのような施設全体を守る仕組みが求められています。 2つ目のユースケースは航空業界のユースケースです。ハワイの話でもですね触れさせていただきましたが各国がこう入国制限を行っている影響で主要な国際空港では、まあ、以前 SARS ですとか新型インフルエンザですねが流行した時にもですねサーマルカメラで氷体温がです、ね、高い人をです、ね、検出するということをやっていました。 ただ、今回の場合はです、ね、発熱しないケースもあるためです、ね、サーマルカメラによる水際対策だけではちょっと予防効果が薄れてしまいます。その結果です、ね、入国制限がなかなか解けず国際線需要がなかなか回復しないという状況が続いているわけです。これに対してです、ね、旅行前に PCR 検査を受けて陰性だった人に限って入国制限を緩和するような話が一部報道でもありましたけれども。 その方法をですね実際にこう形にしたのがこちらのユースケースとなります。こちらはですね PCR 検査証と検温結果をですね旅行中の安全性証明として使用することができるというものになります。ここで難しいのはですねこう国をまたがってこう情報共有管理しなければならない点です。 まあインとアウトと、まあ、両方の空港のシステムとこう接続することも必要ですしまた PCR 検査の結果ですとか、えー、体,表体の表面の温度ですね、えー、そういった個人の健康情報っていうのはです、ね、非常にこう扱いが難しくてです、ねまあ、法規制の対応にもケアが求められます。これらのの、ね、情報を管理するための基盤として NEC が提供している共通プラットフォームがこれからお話をする NEC デジタルプラットフォームになります。それではそのプラットフォームのご紹介とここにおけるオープンシフトの話ですねオープンシフト活用についてお話をします。 先ほど、顔認証と映像分析技術の組み合わせでですね、実現している事例をご紹介したんですけれども、人をこう特定する技術である生体認証に映像分析技術、それを組み合わせますとですね、特定した人の行動であったり、その人の周辺状況をですね、把握することができるようになります。さらにこう把握したデータを用いて AI、データ分析をですね、行うことで、より高度な価値を作ることができます。 これが Nec が考えるですね、生体認証と映像分析の組み合わせによるこう価値創造の考え方になります。この価値創造のですねプロセスをですね実現するためにはですね、生体認証、映像分析、データ分析と、そしてプライバシー保護といったまあ、そういった技術を組み合わせてソリューション、アプリケーションとして提供する必要がございます。 このインテグレーションをスピーディーかつ効率的に可能とするのが NEC デジタルプラットフォームになります。NEC デジタルプラットフォームはお客様がですね、こう必要なアプリケーションを迅速に開発して提供することができるプラットフォームになります。この基盤はですね、グローバルで統一されていまして、グローバルビジネスの展開も可能となります。 コンテナ基盤技術としてはオープンシフトをですね採用してましてアプリケーションの迅速な開発を可能としています各アプリのですねコンポーネントが API を提供することでそれらを組み合わせて簡単にそして早くソリューションを作ることができますこの後のスライドではこの NEC デジタルプラットフォームにおけるオープンシフト活用について活用の際にこうあれですね工夫した点ですとか また苦労した点についても触れたいと思いますまずオープンシフトを活用している理由です主に三つございます一つ目は可搬性ポータビリティですコンテナベースでアプリケーションを作って組み合わせることで迅速にソリューションを作れる まあそこはもちろんなんですけれども、えー、まあクラウドでもです、ね、オンプレでもこうどちらの環境でもこうアプリが流用できる、まあ、そういう点が魅力的でした二つ目は拡張性スケーラビリティですスモールスタートから大規模構成まで利用負荷に応じて容易にスケールアウトができるという点です顔認証の場合ですとこう照合をです、ね、行う人数だったり頻度によってですね、まあ、必要な性能が変わってきます スケールアウトがこう容易にできるっていうのは非常にこう重要なポイントになります。三つ目はエンタープライズ向けサポートです。オープンシフトではサポートが充実してまして、ま商用のコンテナ基盤としてですね、こう安心して利用するできる利用することができるそういう点が挙げられます。こちらが NEC デジタルプラットフォームの顔認証プラットフォームの構成図です。 このプラットフォームはですね、AWS の東京リージョンで稼働しています可用性を高めるために3つのアベイラビリティゾーンに分散させていますこの上半分がオープンシフト環境で運用している部分でしてまさにこの中で顔認証を行うアプリケーションをですねコンテナとして稼働させていますアプリケーションはですね、ステートレスな実装になってまして負荷に応じて簡単にスケールアウトできます 下半分がですね。こう nec が管理する vpc になります。こちらではデータベースなどをですね。稼働させていまして、上のオープンシフト環境のこの vpc とピアリング接続する形をとっています。データベースには顔認証でこう必要になるですね。様々な情報えま顔の情報ですね。登録されている顔の情報などがこう格納されています。 顔認証アプリからですね適宜参照できるようになっていますもう少し見てきますプラットフォームの構成はまず可用性を向上させるために3つのアベイラビリティゾーンに分散する構成となっています顔認証を行うコンテナおよびデータベースを分散させて可用性を向上させています次にマルチテナンシーです このプラットフォームはですね。複数のお客様のテナントを一つのプラットフォームに収容する必要がありますが、ネームスペースの機能を使ってこうテナントを分離するという設計を取っています。データベースについては Amazon オーロラを使用しています。まあ、極力こうマネージドサービスを使おうとそういう指針でした。また、高性能え、高可用低コスト低コストであったまあ、そういったところも選択理由です。 またですね、お客さんの個人情報ですね、プライバシーを守るという点については、データベースのこう暗号化を、機能を使ってます。また、アプリケーションレベルでのですねこう暗号化をしてまして、何重にも暗号化をするという対策をとっています。ロギングについては、顔認証ポットにこうフルエントデーをサイド化コンテナとして加えて、クラウドウォッチに転送しています。 クラウドウォッチの利用についてもマネージドサービスを優先的に選定しようというそういう意図で選択をしています。こちら苦労した点です。えっとですね開発の際まれにですね REST API の通信が大幅に遅延するという現象がありました。まあ、オープンシフトのですねコンポーネントどこかでこう HTTP 通信がこう詰まっているという現象でした。まあ、最終的にはですねオープンシフト内でこう パケットキャプチャーをです、ね、採取して問題を突き止めることができました結果はイングレスというオープンシフトルーターの部分の過去の不具合でバージョンアップをして解決していますサポートっていうのが非常に大事だっていうことを強く感じた一幕でした最後にですね今日ご紹介した生体認証映像分析技術ですね 組み合わせによるこう新しい価値の実現として NEC 自身の取り組みについてもご紹介させてください。こちらの広報させていただいている内容ですのでご覧になられた方もいらっしゃるかと思いますが、まあ、NEC ではさで、ね、まざ、あ、まな場所においてです、ね、顔認証を活用してタッチレスコンタクトレスな環境を実現する実証を行っています。 ポイントはですね、一度顔画像を登録すると、いろんな体験ができるようになるという点です。これらの実証を通じてですね、まあどんな社会の状況下においても、まあ安全にオフィスを利用できる環境を目指しています。NEC で,でもですね、こうリモートワークがこう始まって、まあ以前のようにですね。 えまあオフィスにでまたみんなが出社して働くというまあそういったところに戻るということそういったことにはならないかもしれないんですけれどもまたいつかこう出社して出社するですね必要が生じた時に安心して快適に暮らせるオフィスでですね会社生活を送ることができるようにこのような取り組みを行っています。このの取り組みについいいてはですね簡単なビデオがごございますのでぜひご覧ください 社員一人一人の知を掛け合わせ創造する力を引き出すためにリモートワークとリアルなオフィスを組み合わせた新しい働き方が求められています NEC は10万人のグループ社員がスムーズにコミュニケーションを取れるように安全で快適な環境づくりを行っています こうやってですね入隊場ゲートを通ってそしてですね物を買うことができますこれも本当にですね余計なものに触れずしてこう人のコンタクトもなしに済ませることができますまたロッカーも顔が鍵代わりになってですね使えるわけです共通で触る部分を極力少なくしようとしているわけです また部門職種を超えた偶発的な出会いやアイデアを創出できる環境づくりにも取り組んでいます。 には社員とお客様との安全でスムーズなコミュニケーションを実現しますこのような新しい働き方によって多様化する顧客ニーズや大きく変化する社会環境にプロアクティブに向き合うことが可能になります顔や交際を使った生体認証によるデジタル ID でさまざまな場面人をつなげ タッチレスでスムーズなオフィスライフや、快適な生活を実現します。 さていかがでしたでしょうか。こちらは本日のセッションのまとめです。まあ最初にですね、昨今の状況における生体認証の役割と新しい価値非接触についてお話ししました。次に生体認証と映像分析それそれらをですね組み合わせて安全安心のソリューションそのユースケースをご紹介しました。そして最後に NEC デジタルプラットフォームとそちらにおけるオープンシフト活用についてお話ししました。 まあ今こう振り返って思うところはどんどん先が読めないビジネス環境になっていくわけで今まで以上にスピーディーな対応が求められていいるというとうころです新しい製品や技術を増やしたり強化するだけではなくてそれをいかに社会にお客様に早くお届けするかそれが重要でしてそのためにオープンシフトをはじめとするコンテナ基盤技術のように開発やデリバリーを拘束する。 仕掛けですね。まあそういったものも重要になっていくと考えています。なお、NEC は生体認証や映像分析技術をですね、はじめとする AI を活用する際の人権やプライバシーへの配慮、それを優先的にこう事業を遂行するために AI と人権に関するポリシーを制定しています。安心して NEC の技術をご利用いただけるように日々活動に取り組んでいます。 本日の講演に関係する大事なお話ですのでこちらについても触れさせていただきました NEC はお客様とともにデジタル変革を成功させ安全・安心そして豊かな社会の実現をしていきます本日の発表は以上となりますご清聴ありがとうございました